ゲッゲッゲッで、ここに生姜入れますね。こうやって大腕などが生姜をすります。それではちょっとこれ去年の別のインタビューを見てみます。ありがとうございました。この際お分かりいたします。全部すっとこかく生姜からゲゲゲゲゲゲ。こちらは去年の11月4日であります TPP 法案に関する特別委員会、かなり困窮し始めました。与党は臨時国会で40時間以上、通常国会も合わせますと65時間。福のからゲゲゲゲで、めんつゆ、あれめんつゆどこ行った？めんつゆ酒。かなりちょっと怒ってますね、一部野党がね。採決に至る前にいろんな事情がありまして、この与野党の水面下の話し合いというものが今回全くできていなかったんです。めんつゆ酒醤油、本当に30分に時間置いてくれて書いてある。例えば事前に国会議員長会談があったり、それから議員運営委員会の理事会で、まあ、各党の意向を確認し、味もちょうだいよ、そういう場面があったり、味もちょうど、それが全く今回のように滞って咲いてないねんね、これ。3枚下ろしてないねん、これ。というボルテージがうなぎの方になっちゃうわけですよ。大丈夫よ、また配信しますのでね。嬉しいよね、若い子に言われたらね。若い子に言われたら、カメラに向けてプラカードを掲げております。そうです、テレビ生中継です。視聴者の皆様にも立ち会っている人おります。本当はこれちょっと時間置いた方が美味しいねんって。味が染み込むねんね、ほんま。どんなにもめても、最終的には規律による多数決、これで法案は可決ということになります。で、次、片栗粉。この現象についてなんですが、ある時は強行採決と言ったり、ある時は採決強行と言ったりします。使い分けている。さて、この状況、新聞各紙はどう伝えられるか。1個ずつ片付けながらします。ここそ片栗粉ケチらないように。毎日新聞はこのシーンを強行採決とはっきり。サポーターって何？一部野党の陰謀を組んでた強行採決を見たわけなんですね、このシーン。ところがサポーターって何？朝日新聞を見てみるとひっくり返ってます。採決強行という見出しです。カレーライスからライスカレーに変わりました。これは私の想像の意義ですが、別な一部野党は賛成にこの法案回ったんで、強行採決と朝日は見なかったということが考えられます。さあ、そして2つ、こちら読売、こちら産経です。一切この2字には強行の文字はありません。え、普通に可決ですよというニュアンスが見出しに踊っております。つまり一つの事象をめぐっても新聞社によって捉え方が全く表現も違います。ちなみに安倍総理は分かってこんな発言をしている。片栗粉、今まで決闘以来ですね、強行採決をしようと考えたことはケチらない。片栗粉はケチらない。採決の万華鏡です。再び衆議院の予算委員会です。ケチらない、ケチらない。ケチらない、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 片栗粉、ケチらない、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 片栗粉。一体質問内容はどこまで大臣に伝わっているのか、どこからがアドリブの質問で答えづらくなってしまうのか。ケチらない、片栗粉、ケチらない、片栗粉、ケチらない、わっ、ケチ
らない片栗粉、ケチらない片栗粉、ケチらない官僚の皆さんです、ケチらない片栗粉、ケチらない片栗粉、ケチらない、霞が関の官僚たちが夜遅くまで働いております。多分この明かりの中にも一部ケチらない片栗粉、ケチらない片栗粉、ケチらない、ケチら、答弁をしていくという運びになるわけです。ケチらない片栗粉、ケチらない片栗粉、ケチらない、ケチらない片栗粉、ケチらない、ありがとうった。ケチらない片栗粉、ケチらない片栗粉、ケチらない、そこで官僚の登場と間のわけであります。190ぐらい、日本発バチが 100%、 ケチらない片栗粉、ケチらない、元気ですさ、元気よ、元気、元気です、ケチらない片栗粉、ケチらない片栗粉、ケチらない、ええ、ケチらない片栗粉、ケチらない、ペリポン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 、何個あるかな、味もしよるからね、味もしよる、固まった、まあね、ケチらない片栗粉、ケチらない片栗粉、ケチら、一個発見したのが、だしも一緒に入れたら水分で片栗粉が固まるということに気づきました。カタクリコケチらない、カタクリコケチらない、カタクリコカタクリコカタク、そしてレクチャーするのは官僚だけではありません、こんな珍しい修行時、そうなん、修行時やって、法務大臣が答弁しているところ、もったいないからね、これ。当てはめられて。